ちがポンポコ商事です。エレキテルのじゃあ同期のじゃあウエストランドの吉君から。はい、あウエストランドです。ありがとうございます。エレキテルの友達なんだって。エレキテルの友達が僕らのタイタンの若手ですから、あの頑張ってはいるんですけど、去年エレキテルが大ブレイクしてから爆笑問題さんお二人とも僕らに冷たくなって太田さんにだってはもうウエストランド終わりだとか次のライブでラストだみたいなことすげえ言ってますけど、笑っていいともう終わらせたコンビだね。終わらせたわけです。偶然出てたら終わっただけなんですよ。シネマライブも終わらせますね。終わらせないです。だから来年はねやっぱ20周年の頃にはもうどんどん行って、来年はウエストランドの年にして、やっぱ夢は取り前のブーマー&プリンプリンさんを押しのけて僕らが漫才やって爆笑さんにつなぐという小さな夢だな。いいでしょ、自信持ってください、このライブに。それぐらい僕ら大胆ライブ愛してますから、ちょっと来年はウエストランドの年になるきっかけになるように 20周年ライブ。あいつも結婚したの、まあ、こいつはこいつ結婚してる。はい、結婚しました。どうでも誰一人興味ないでしょ。田中さんがあの阿佐ヶ谷の家を引っ越されるっていうんで、あのその家を狙ってたんですけど。まあそうですね、それもとりあえず普通 の、 あのアパートに住んでますけどね。、我々も頑張りますんでお願いします。はい、はい、じゃあありがとうございます。そうしましたらあの質疑応答に移らせていただきます。挙手でお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ改めてまたおっさんの方に、うん、意気込みをちょっとじゃあ一言。意気込みっていうかね、もう僕らはねこうタイタンライブってもうタイタンライブ以前からもうとにかく月1回漫才やるってのはもうねもう26年ぐらい、27年、8年、うんね、ずっとやってるもんね。ずっとやってます、はい、だからね、そういつもとね、そう変わらないと思うんですよ。ただ、2日間って聞いてね、これネタ変えなきゃいけないからね。それがね、それがどうしようかって言ったな。前回もだから、なんとかこいつにもう一回ね、スキャンダルなんか、俺だのとにかく人のスキャンダル待ちみたいなのがあるから、ちょっとまとまりすぎちゃったよ、今回ね、そのね今回ね、うん、で、もしかしたら、最終日は萌ちゃんが、いやいや、ないよ。お願いします。いや、お願いします。これはもう、どう考えてないでしょ。夫婦漫才やらないよ。なるわけか。もしかしたらあるかもしれない。見出し書かないでください。ないですから。100% はないです。夫婦漫才、夫婦、萌とポンポコ漫才、原型が分かんない。もともと何を言いたかったのか全く分かんないです。じゃあ、ですかね、これ20年って、まあ、数字だけそうだね、20年ってだから全然思わなかったね。ね、20年って旗、ね、成人式だもんね。そうですよ、ね、うん、怖いですよ、20年後我々70ですからね、そう考えるとね。そうだよね、すごいよね、あっという間だね。我々始めた頃いくつだったのかな。30でしょ、超計算が苦手ね。そういうことか。そう考えるとびっくりだね。娘いくつになってるのかな。28とかになってる。おー、20年後はね、すごいね、すごいね。まあ、今ちょっとね、お話出ましたけども、はい、あのまあ、結婚されてちょっと緊張も多少足しましたけども、ええ、あのどうですか、あの奥さんと一緒に。そうですね、あのすっごいつまんないあのほのぼのとした話になっちゃいますけども、あのこう 外堂々とこう歩いて散歩とかして、神社行ったらしい。あ、神社行きました。お、ええ、あの、あ、すみません、ちょっと神社へ、いいですね、いいですよ、これは鳥に着くくりましたから、いい、その話は。まあ、まあ、そんぐらいですよ、本当にあの普通の、まだ仕事でほとんどその、あんまりちゃんとあれはしないです。あっちの方です、あっちの方で、ないです、ないです。忙しい、朝がまだほとんど僕は、あれなんですよ、今までの家にほとんど住んでて、通ってる、たまに通うぐらいで、仕事の、はい、合間に行って、ちょっと、そうなんですよ、通い込んだんですよ、まだ。それをちゃんと、まあ、ポンポココンだろ。ポンポココンです、はい、ポンポココンですね。そんなに食いつきないですよ。ほんと需要がない。誰も帰ってくんないんだろうな。かなり言ってんだけど、ね、かなり言ってます、うん、なので、ちょっとこれからですね、あの、多分1ヶ月、2ヶ月経たないと、ちょっとちゃんと引っ越せないんで、そこからだと思いますけど。ちなみになんかどんなこと、あ、もうこれからあの4人あの家族になりましたからよろしくお願いしますっていう、もうそれだ、おみくじ引いたりして、お、じゃあちなみに大吉が、おお、大吉出た、ね、本当でもつまんねえ話。最悪だよ、最悪。何が社会だ、何にも面白いことない、最悪です。田中大吉って何だ、東京に現れるみたいなね。田中大吉だ、ね、いいですね。お父さんから、まあ、特にあのなんかアドバイスみたいなのを改めて
何を夫婦円満のアドバイス、まず、ね、前提がどうだか分かんないですね。円満なのかどうか教えてほしいぐらいですよ、彼、ね、いやいや、本当に、お互いやっぱりね、お互いをこう、なんて言うんですかさっきの俺のね、おみくじ話よりもっとつまらない話をしいや、もうそれはやっぱりこのタイタンライブっていうのはうちの社長が、そうですね、ずっともう、やってきた、そうそう、始めたのがね、小田社長、そう、なんていうんですかね、そういうのを気を使いすぎだいろいろ気を使いすぎ、立て合ってね、立て合ってて、変な意味じゃない誰も取ってないですよ。社長に報告した時には何か言われたり、おお、社何の報告、結婚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 、いや、それはもう、ね、報告っていうか相談なんですよ。もうだから勝手に席入れられないので、お互いの、それこそ、まあ、彼女も事務所があるし、の事務所もね、そうそう、あるので、ちょっとそろそろ席入れようと思うんだけどって話は多分、1ヶ月ちょっと前ぐらいにして、あ、そうなのえ、待って、みたいな、もうそっからはもう俺触れられない、マスコミ対応、マスコミ対応、それで、娘のちょっと運動会に行きたいんだけど、それもあるんで、それいくつ、何の何ですね、あ、そう、分かった、じゃあね、日曜日のサンジャポだな、ちょっと待って、ラジオもあるな、みたいなことも、もうなんかもうガーってなって、そっからは俺はフェードアウトして部屋を出てって、そういうことなんでよろしくお願いいたしますみたいな、そういう感じになりました。あ、もうそういう、まあおめでとうとは、まあ後は言ってもらいましたけれども、その時はもう、それよりもいかに、まあ相手のやっぱりね、事務所さん、いや、タレントさんですから、そっちも気を使いつつ、なおかつその子供たちに一番社長気を使っていたので、その辺でまあ、いろいろこう、頑張っていろいろやっていただいて、はい、できてるの、はい、一応流行語大賞では先輩に当たりますけど、ポンコポン、いやいや、大丈夫、俺も言えない、こいつも言えない、ポンポココンは流行語取れそう、そうですね、頑張って後輩でも使ってはいってるんですけど、あんまり反応がないので取れないと思いますノミネートさん、いつ使ったらいいんですかね、使い方が分からない、使ってる時使ってください、今でもです、今でも、ポンポコないと思いますポンポコ、なんだよ、難しい、ないですね、うん、田中さん今回結婚したわけですけど、お二人はなんかそれ見て、あ、私たちもしたいなとか、いや、お前らもそうだろうな、いや、もう本当にそれはずっと、井口と結婚しちゃえばいいじゃん、なんだ、いやですね、いやいや、でもずっとエレクテルは田中さん結婚してから、結婚したい結婚したいみたいな、私たちだけ取り残されたらどうしようみたいな、いや本当ですよ、もう本当にここでもうまだ粘膜では繋がってないんですけど、そういうのを違うから、もうなんだそれは、どっかのコンビです、もうちょっと寂しくて本当に、うん、もうここで田中ロスだ、棚ロスで、棚ロスみんなの棚、こいつは玉ロスだよ、玉ロスだ、玉ロス ロスだ、確かに、でも婚活はしてます本当に、婚活してるの、婚活して、もう毎日今太田さんのお家に通って、なんか家に来るね何してんの、エステを受けてます、まずこいつの家でエステの意味がある、社長のエステを、社長のご厚意で、なぜか社長は私に細くいてほしいみたいで、私13キロ太ったんですよ、去年去年、まあね、お金が入ったからね、それでちょっと今社長の、まあ、太田さん家です、太田さん家に行って毎日3時間ぐらい送信マッサージ、え、そうなの、で肌ツヤツヤになって帰ってきて、しっかり綺麗にシワがかけるっていうのやってます、すごく乗るんですよ、シワが、シワがめっちゃ乗る、あ、そうだね、血腸のせいか、普段今までよりお綺麗に見える、あ、そうですか、自覚とかあります、ええ、あります。あ、じゃあそろそろ時間もあるので、最後の質問をよろしいでしょうか。はい、田中さん、はい、さんの奥さんテレビに出られて、はい、田中さんと結婚したのはなんかすごい誠実でね、はいはい、人を選んでもらって涙したって話なんですけど、はいはい、それを見てどう思われましたか。あ、見て、いや、いや、嬉しかったですよ、それは普通に。まあ、ジンときましたね、見ていない、それ以外ないでしょ、それ以外ないでしょ、え、突っ込むともねえし、別にしょうがない、そこはね、あ、とっても嬉しく感じました、それは、はい、最後、最後、はい、
この前の会見の最後、次結婚するの誰だと思いますって、はい、あの会見で覚えてらっしゃる。はい、聞かれました。で、のりかさんたちの話してたら、はい、なんとまあって言うね。いや、まあただもうそれしか思いつかない、予想はつか、それしか思いつかなかったから言っただけなんでね、うん、それがすげえってことにはなんないと思いますけども、うん、いや、まあ確かにね。ただあれもまだ分からないですから、僕らも経験あるんですけど、その結婚って出ちゃったけど本人たち、いやまだちょっとそんな具体的に決まってないんだけどみたいなことってあるんで、分かんないですけどね、本人たちから言ったわけじゃないからね、うん、もしそうなればね、それはそれでまた我々の漫才のネタにもなるしな、ね、あの今回はほら、福山あったでしょ、うん、福山とから麒麟の川島とかジュニアとか、うん、他ジャンポケの太田とか、はい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 、で、ノリカ、はい、から大悟、大悟、大悟、うん、これみんなでね、合同結婚式を僕はぜひやりたい、ね、じゃあすいません、うん、じゃあこの辺で。じゃあ最後に私から一言締め出してもらってよろしいでしょうか。お前どうせ切られるし、いやいやいや、ここは最後一発やらせてもらえた、私、どうも新幹線と申します。お願いします。あのやっぱこの200回、あ、20周年記念ということですね。やっぱその20周年記念ということで、爆笑さんに被るなよ、せめていいけど、ただ早くやってやっぱ男らしくですね、20周年記念この気合い入れて会場に行きますんで、電車なんかじゃあ私行かないですよ。行かない。何で行くの。私はね、大鷲に頭をつかばして飛んでいきまーす。ここカメラのところがバシャバシャバシャって来る感じだったんだ。意外とそうです。はい、ありがとうございます。